にあの恐竜の助っ人が移籍へ。昨シーズン限りでドルトムントを退団し、新天地を探すフンメルス。聞く手はまたの彼に新たに浮上した移籍先がブライトン。現時点でセンターバックの頭数は足りているものの、ベテランディフェンダーの経験値を高く評価しているようだ。31歳と年下の同胞指揮官であるファビアン・ジュルセラー新監督はここ数日間、クラブのプロジェクトを電話で説明したとのこと。一方、フンメルスも自身の野心やプランを伝えたという。35歳で母国を離れ、プレミアリーグ初挑戦となるのだろうか。これはマジで見たすぎるわら。フンメルスとダンクでビルドアップとかロマン感じる。ダンクとフンメルスの CP は強い。補強ポイントは複数あるけど、この移籍が決まったら昨シーズン以上の順位はほぼ確定でしょう。フンメルスのロングフィードがプレミアで見れたら見物になるだろうね。香川がドルトムントいた時みたいに三笘にいいボール配球してほしい。ブライトンは若手を安く買って高く売るイメージも強いけど、ベテランの獲得も多いんだよな。落ちてきたのは分かってるが、チアゴシウバだってベテランでもうまくいったから見てみたい。ダンクとフンメルスとかめっちゃ豪華だけど、裏抜かれたら終わりなんよ。